ます。じゃあ私は架空の国を作るというテーマで進んできました。胸肉のアキラです。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、とりあえずそもそも国ってなんだろうって、国って言ったら、まあ、アメリカとかフランスとか中国とかいろいろ浮かぶと思うんですけど、その国の定義をはっきり言える人ってあんまりいないと思うんです。で、その定義について知りたいと思います。国の定義1、領土、国の土地がある、まあ、国 の、 その、まあ、土地です。その、ね、で、その主権、これが国のことを国の中で決められる権利があるんですけど、これは例えばなんか政治とかで、あのこの法律作りたいからこれでいいみたいな感じで決めていけるって言うので、これは独裁でも、まあ、国の中で決めてるんで大丈夫です。で、あとは住民、まあ、これは住んでる人で、他国からの住民、他の国からその 国って国でいいよって認められたら、まあ、そういう国になります。で、これらの条件を満たしたものを国という。ちなみにこの他国からの承認をあのもらえなかったときは、その国じゃなくて地域っていうんですけど、だからオリンピックとかで200何本の国と地域って言ってるのは、その地域っていうのが入ってるからです。で、じゃあどんな国を作るのかっていう、架空の国を作るっつっても、その土地買って土埋めて頑張って建物建ててやったら、もう多分一つの文明が滅びるぐらいまでかかりそうなんで、もう多分あの架空ってことなんで、まあ、ないもので作っていきます。で、その現実の国と地理と歴史と文化の関係の傾向に基づいてリアルな国を作りたい、まあ、これが大前提なんですけど、まあ、すごい実際にありそうな国にしたいってことです。だからこういう、その闇の帝国エサデリミスみたいな、そういう中二病めいた国ではなくて、そのリアルな国を作って、島国にしたいと考えています。その理由は、その大陸につけたり中に入れたりしたら、なんかめちゃくちゃ違和感があるじゃないですか。だからそういう違和感っていうのもリアルな国なんで、そういうのをなくすためにも島国の方がいいかなと思います。で、何らかの大きな特徴も作りにしたい。これはなんか、まあ、すごい普通の国だったら、なんかあんまり、まあ、そうなんや国なんや的な感じで終わると思うんですけど、なんか特徴があったら面白いかなと思って、そう思いました。で、あとは、まあ、住みたいと思える国にしたいです。これはなんかすごいデンジャラスな国やったら、あんまりちょっと怖いかなと思いました。で、そのテーマは大西洋に浮かぶ島国っていうテーマに決めました。ちなみに名前はまだ決まってません。はい、じゃあ国を作る準備をどうやって作るのかっていう、ネットとか本とか調べてみたんですけど、さすがに国を作る方法っていうのを書いてなかったです。まあ、あんまり国を作る人はいないと思う。で、まあそういうことなんでどうしようと考えた時、実際の国ができる順序に作ればいいと思いつきました。それは、まあ、国のでき方っていうのをちゃんと調べてからそれを作ればいいと思ったんで、その地理、歴史、文化で国完成みたいな最もシンプルな方法でやっていきます。じゃあ、その本題の架空の国について話していきたいと思います。まずこれ、大西洋ですね。アメリカ大陸、ヨーロッパで、この辺に、その真ん中ら辺にで、架空国の地図を作りました。ここの海が大西洋です。この辺がその海に面してるんで、港とかそういうところで栄えた都市部です。で、この中央部はその山とかあるんで自然豊かで出ます。で、歴史と文化についてです。歴史と文化っていうのはすごい大きな関わりがあるってことを、まあ、歴史とか学んできたんで分かると思うけど、それは15世紀から19世紀はアメリカ大陸とユーラシア大陸の経由地として発展しました。で、20世紀には豊富な資源の輸出や加工により工業が発達で、21世紀には工業の成長とか IT が進んでいきました。それはその世
界的な流れにも知っているのです。で、外国との関わりで発展したのは外交的な国です。で、世界中の多様な文化が入り混じっています。まあ、いろんな国の船とかが港にやってくるんで、そうなるかなっていう予想でその文化にしました。で、架空国の様子というのは、まあ、マイクラとかレゴとかで作ることも考えたんですけど、やっぱりそれだったら制約っていうのが多いんで、架空国のイメージがしやすいようにブレンダーっていう、多分聞いたことある人いるかもしれないんですけど、その 3DCG を作れるソフトで作りました。まあ、3DCG って何やって言われたら、まあ、そこの中でそのすごいリアルなプラモデルが作れるみたいな感じでイメージしてもらえれば大丈夫です。じゃあその国の写真を、これが国の全体の上空から見た写真です。とこの辺が火山で形成されたで、で夜景を作っていたんですけど、ちょっと夜景ってよく日本地図になんか光ってるところがあるみたいな見ると思うんですけど、それは都市部が分かりやすいかなと思ったので、その夜景を作ってみました。さっき言った通り、発展した港とかこの辺の海の近くはやっぱり発展して、内陸部は自然豊かにあんまり分かりやすい。で、これがちょっと空気遠近法とかに抜いてみたんですけど、その国の南の方からパッと眺めた感じの、こういうの火山が、これは立体がちょっと分かればいいかなと。これがその 3DCG にしている時の形の形なんですけど、こういう山の流れがちゃんと一部。で、これがさっきの火山の近くで出てるやつです。で、練習でスリットを作ってみたんですけど、なんか使えたら面白いなと思って、その国、さっきも言ったとおり、いろんな国の文化が入り混じってたりするんで、スイートみたいな学校もあるんじゃないかなっていう理由をつけて、その国に置いてみました。で、その国、スイートの 3DC を作ってるところ、でこれが海に面してるんで、岬に行ったり、水道へ行く国の中から見たらイメージしやすいと思う。で、最後にこの国は永遠に未完成です。なんか企業のキャッチコピーみたいになってしまったんですけど、現実の国っていうのも完成することってないと思うんです。例えばみんなアメリカの大統領がこの国だいぶゲームもあるし、発展してきたし、もう開発せんでええやろ、完成ねって言って終わることって多分ないと思うし、あったら怖いと思うんですけど、それと同じようにこの国も永遠に未完成です。まあ、要するにこの国 ST の限られた期間の中で作ったんで、やっぱりこの不十分なところとかが多いんで、それもちょっと趣味としてその国を作っていきたいなと思いました。では、ありがとうございました。